はい、どうも、中黒です。このフォローです。久しぶりにレスラー MC 行ってみたいと思います。寂しかったですからね、ちゃんこいい感じですよね。で、今日はですね、DDT さん、前にね、エビシオちゃんこ作りましたけど、樋口和貞選手が作る、北海道の石狩鍋ですね、作ってみたいと思います。まあそんなに、変わった材料ではなくね、今の家庭でもできるような内容になっておりますので、ちょっとぜひ、作ってみて、美味しいものができるんじゃないかと思いますので、非常に楽しみにしております。それでは、行ってみましょう。材料の方から説明していきたいというふうに思います。まず何といっても鮭ですよね。鮭、今日は3切れ用意させていただきました。そして野菜ですけども、大根です。それから人参、そしてじゃがいもですね。それから葉野菜は白菜、そして、長ネギ、玉ねぎ、そしてきのこはしめじが入ります。それ以外にですね、油揚げ、それから、こんにゃくですね。こんにゃくちょっと今日は、塊じゃないやつにしてみました。以上が、中身になります。そして、調味料ですけども、かつおだしと、昆布だし、要は顆粒でね、いっちゃいます。簡単にしちゃいますね。それから、なんといっても味噌ですよね、味噌。そしてお酒とみりん、そして、忘れちゃいけないのはバターですね。バターということになります。本当はね、味噌はね、北海道味噌がやっぱいいんでしょうけども、ちょっと地元なかったりとかするので、ちょっといろいろブレンドしながら作ってみたいというふうに思います。はい、そうしましたら、まずですね、材料のうちの根菜類、人参、大根、じゃがいもですね。じゃがいもは1つ、人参も1本、それから大根は4分の1本ぐらいですね。それぐらいを、切りまして、一応こちらにですね、お湯を沸かしてあります。こちらのお湯の方にですね、ちょっと投入して下茹でしていきたいと思います。はい、どんどん入れていきますね。下茹でをすることによって味が染みやすくなるということなので、根菜類どんどん入れて下茹でですね。これどれぐらい、特に記載がないんですけど、10分から15分ぐらい入れといてあげていいんじゃないかと思いますので、このまま進めていきます。さあ、鍋にですね、1リットルのお湯を沸かして、昆布だし半分ぐらいですね、スティックの半分ぐらい入れてあります。本当はね、昆布でちゃんとだし取るんですけども、ちょっと面倒だったので取りませんでした。手抜きです。そして、先ほど下茹でしました、根菜類ですね。で、玉ねぎが多分根菜に入るのか入らないのか、ちょっと記述がなかったんですけども、多分根菜に入るのかもしれないですね。ちょっと代わりにですね、少し薄めに切ってあります。これをですね、今こちらの鍋の方に入れていきたいと思います。玉ねぎもですね、もう一緒に入れていっちゃいますね。よーちょ、こんな感じ。チチチ、こういう風に根菜は、下茹でしておくことで味がとっても染み込みやすくなるそうです。一旦これで蓋閉めます。先ほどの、野菜ですね、入っている鍋に、本だしですね、これを、半分ぐらいやっぱり入れようかなという感じですね。顆粒半分、そして、ここにお酒、料理酒ですね、大さじ2、こんなもんかな、大さじ2、それからみりんがやっぱり大さじ2というところですね。これぐらい入れて、でこちらをですね、一旦ちょっとかき混ぜます。こういう感じで混ぜます。そしてこの、煮汁ですね、この煮汁を少し取って、こちらにですね、味噌100あります。もうちょっと、味噌100って結構な量ですね。やっぱり味濃いめになると思います。野菜を入れることを見越してるわけですよね。これで2杯ぐらいで、これで味噌を溶いて、これをまた投入していきたいというふうに思います。はい、味噌溶きましたんで、こちらをですね、鍋の中に投入していきたいと思います。ドボドボドボ、全部、はい、入りました。結構今味濃いんじゃないかなと思います。これでですね、よいしょと、ちょっとひと混ぜして、ちょっとここで一旦味見します。味を見ます。うん、濃い、濃いけどうまい。もうこの時点で濃いってことは、もうこれ多分ね、葉野菜入れたらぴったりになる感じだと思いますね。とっても美味しいです。いい感じで出来上がってます。はい、そうしましたら残りの材料入れていきます。水洗いしてね、綺麗に切りました。食べやすい大きさに切った白菜ですね、3、4枚というところです。
それから、しめじは、半パックぐらいですね。房を、石突きを落として小房にしてあります。その下に一応長ネギ、これが1本分ぐらいですね、薄切り。そして油揚げは油抜きをして1枚を、食べやすい大きさに。こんにゃくもですね、パックで入ってたんですが半分ぐらい。鮭は今日は、多めにで3切れ入れました。これをですね、先ほどのこの鍋の方に次々投入していきたいと思います。ちょっと火強めですね、今弱火にしてあるので火を強めて、でこちらを次々に投入という形でどんどん入れていきたいと思います。ちょっと時間かかるかな。よく考えたらね、鮭ですから秋なんですよね。とってもいい感じですよね、この時期にぴったり。鮭もね、キノコも美味しいからいい時期にね、いいちょっとセレクトをしたんじゃないかなというふうに思います。なんでこれセレクトしたって言ったら、もうすごい適当だったんですけどね、あ、これいいやとかと思ったんですけど、よく考えたらこの時期にぴったりのセレクトでした。はい、長ネギ入れて、はい、野菜もね入れてしまいます。で、これでちょっと混ぜて一煮立ちさせていきたいと思います。さあ、野菜にね、だいたい火が通ってきた頃だと思います。で、ちょっとここで最後味見をしてみたいと思います。ここで決まってれば OK ですね。もうバッチリですね。さっきの濃さがバシッと消えて、もう野菜の、甘みがね、スープに足されてる感じになります。完璧ですね。よし、これでもう少し煮たら、樋口和貞選手が DDD で作っている石狩ちゃんこですね、完成です。それでは早速ね、食べていきたいと思います。とても美味しそうですね。まずはバターなしでいきますね。いただきます。甘いですね。いい甘みが出てます。野菜の旨み、甘み、みりんとかも入ってるんですけどもね、もうその甘みよりも自然な根菜、そして葉野菜の甘みがたっぷり出て、そしてそこに鮭の海鮮の香りが、いや、見なくね、もう魚臭さっていうよりも本当に純粋な鮭の旨味が出ている感じで、とても味わい深い、そして複雑な味がするちゃんこです。もういろんなもの入ってるんでね、とっても美味しいです。そしたらここにですね、次はバターを入れて食べてみます。はい、そうしましたらバター入れました。食べたいと思います。もっとくどいと思ったんだけど、嫌味ないね。もうふわっとバターの甘みがとろける感じで、数食べられないかなと思ったんですけど、これ多分全然いけますね。僕でもガンガンバターでいけると思います。温まるっていうところもそうだし、油分がふわっと足すところで、その動物性の油が足されるところで、すごく味に奥行きが出るかなと思います。これからの時期ね、鮭もキノコも美味しいですし、ちゃんこも涼しくなってきていい感じなので、ぜひこの、樋口和貞選手が DDD で作っていた、石狩ちゃんこですね、皆さんにも作ってもらいたいなというふうに思っております。というわけで今日は、石狩ちゃんこお送りいたしました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ちゅうくろでした。